皆さん、こんにちは。コムザバーバリアンでございます。本日からですね、何回かに分けて、RPG 作る MV の、実況解説をしていきたいと思います。特に最初の方、セットアップのところはですね、説明の方を省かせていただきます。実はまあ私、途中までですね、まあオープニングというか、触りだけもうすでに作ってあるので、そちらの、解説説明と、あとはこれからのですね、続きの作成と合わせて、その他のツールの使い方などを、説明しながら、進めていきたいと思います。ではですね、まず、触りだけ作ったものがあるので、これを流したいと思います。TK イマジネーション。これオープニングの画像は、何も貼っていない真っ暗な状態なんですけども、このフォントとかですね、取り込んで、デフォルトの、書体以外のものを取り込んで、作りました。本編開始。今回作ろうと思ったのがですね、こういった日本っぽい RPG を作ろうと思います。まあ、ちょっと自宅からのスタートになるんですけども、ここに刀が保管されているので、これをまず取ります。無名と等級20。で、はい、いいえの選択分岐で、取れるようになってます。じゃあ武器を取ったので早速装備してみましょう。右クリックで、メニュー画面が開けます。道具、技術、設定、記録、これはセーブですね。ステータス、装備と。最初の名前は、これは宗四郎ということで、キャラクターを作ってあります。装備してみましょう。この設定でですね、いろいろこの効果音ですとか、BGM、そこら辺は、設定できます。ちょっと頑張った部分はですね、この後ろの背景といいますか、木のグラフィックですね、あとはキャラクターのグラフィックですとか、ちょっとまず猫出てきましたけども、フラメンコやっちゃったということで、これ連れていけます。はい、で早速ちびクロ仲間になりました。右クリックで見ると、ちびキョロが入っています。
村人と話せますね。失礼しました。はい、ここは酒屋ですね。ヤクザがこう、店を脅迫してます。で、ここに割り込むと、戦闘。この敵のグラフィックとかも、書いて作ったものですね。最初、ちびくろ回避の、戦術というか戦法、まあ、これスキルのことですね。で、敵が瀕死状態になると、瀕死状態のグラフィックに変わります。ちびくろは、生命力20なので、大体一発で死んでしまうので、まあ、レベルが上がるまでは、回避でやり過ごすというような感じでしょうか。マップの、マップ名の表示とかも、設定によってできます。あとはこのマップごとに効果音の設定ができるので、今こうやって川のあるマップのところまで来たら水の音、川の音が聞こえるというような設定になってますね。ちょっと絡まれました。山賊ですね。まあ、銭を渡すなということで、嫌なので、これ渡さないようにします。はい、速攻襲われますね。攻撃しましょう。なんでしょうね。瀕死状態でグラフィックの変わるゲームって、ファミコンの怪獣物語とか、よくありましたね。戦闘中にこの自分の顔が出るっていうのが、あるプラグインを使って、表示させてます。あ、レベル上がりましたね。等級2。身体状況をちょっと見てみましょうか。